僕がやってた頃はフィスティングっていう言葉なかったんですけど、今手でここを避けるフィスティングって言うんですけど、まあそういうふうなことを教えてあげた方がいいかもしれないですね。パンチングやりましょうか。パンチングって臭そうな人は、あ、どうだ、こっちパンチング、パンチング、上のボール、さっきと同じように投げるんで、キャッチできないって判断したときに、まあまあ、なんでもいい、キャッチ、パンチングしてみてください。はい、いいですね、うまいですね。はい、パンチングの基本はできればですよ、フォークへ飛ばす。あ、後ろは後ろで正解ですけど、それは狙いの場合、はいはい、スイングで入りたいそれを狙ってるスイングで入りたいで、うまいで、より自分に余裕があってキャッチはできないけどパンチングならできるなっていう時に、ほんまに遠く飛ばそうと思ったら両手です。両手でしっかり飛ばす。で、今みたいに後ろに流す時はパンチングよりも手のひらの方が確実です。ちょっとやってみてます。後ろに流す、あ、ごめんなさい、今なんか変な音しましたよ。やばいじゃないですか。ここって言って、あ、オッケー、うまいですね。はい、今のフィスティングですね。だから、あのコーナーキックだと正面じゃないんで、今の難しいかもしれないですけど、横から出ていって、ちょっとボール投げて、横から出ていって、大きくクリアしたいときは、これがいいですけどね。はい、最高級。フィスティングで逃げなあかんときは、これでいいんじゃないですか。ただポジションがやっぱりすごく横からのボールって難しいんで、ちょっと話それますけど、例えばじゃあコーナー、こっち側のコーナーキックの時にキーパーに指示出して、どこに立たすのが大体正しいと思います。ポストのそこ、ここ見て、佐々木さん自身はどこが守りやすい？佐々木さんの勝ち。こういうのはやっぱり人間は後ろには早く動けないですか、はい、前には早く動けるんで、まあ、これはね、あの本とかに書いてないんで必ず正しいかどうかわかんないですけど、僕は3分の2に教わったんですよ。こっち3分の1、こっち3分の2ぐらいポジション取って、ボールが来たら早く前で、後ろもこのぐらいの距離ならなんとかなるから。ただし、あの野崎さん言ったみたいに前に1人入ってもらうことは必要やと。